すでに世界中で後半に利用されている P2P 用ソフトウェアであるビトトラントをベースに主に動画共有サービスで使用されることを想定し商業利用も可能なように改良され2007年末に現れた新しいインターネット用 P2P ソフトウェアであるアクトビラやギャオのような商業ベースでの有料無料の動画配信サービスはいくつかありまた YouTube や ニコニコ動画のような投稿動画コンテンツの配信もインターネットユーザーの支持を集めている。これら大容量ファイルの配信環境は通信路の潜有負荷だけでなく配信元サーバーの負荷が大きなものとなるためユーザーに安定して配信するための大規模な設備投資の負担が大きくなっており結果として高解像度で秒あたりの画像枚数が多い動画は扱えない状況にある。 動画サーバーへのアクセスの集中を回避するために考えられた IP マルチキャストのような新しい技術を使用するためには現在のインターネットを構成している多くの通信機器を対応する新しいものと取り替えねばならず主要なインターネット通信環境を保有するプロバイダ各社がそれほどの投資に見合ったメリットをほとんど得られない現状ではすぐに解決できるとは考えられない 上記の動画配信サービスの拡大に加えて、将来の地上波アナログ放送の低波や、インターネット高接続の増加、VHS ビデオの衰退、TV 放送の多チャンネル化、番組著作権のメディアフリー化、H264 でコーダの一般化、NHK や、東京 MX のような TV 放送局の、 ネット進出、iPod Touch のような携帯動画端末の普及、NTT 各社の NGN 計画など、デジタルデータによる、高解像度、大画面の動画コンテンツの普及が、加速度をつけて増加しており、一部には、今ある、地上波 TV 番組のかなりの視聴時間は、将来インターネット配信などのメディアが奪うのでは、ないかという意見もある。ビトトラント DNA のような P2P による、 コンテンツ配信が今後普及すれば以下のような効果が得られる。現状ではサーバ機の増設やネットワーク機器の更新による販売機会が減ることや TV 放送などの業界などへの影響以外でのデメリットは考えられない。ただ、スポーツ中継のような即時性が求められる動画番組の配信の対応には不明な点がある。 すでにビトトランと DNA に似た P2P ソフトにジュース度がある。ありがとうございます。